高島競馬場第8レースサラブレッド系3歳以上の500万条件芝コース1200メートル戦16頭の競争です。向こう上面左手各馬の枠入り、秋の明るい日差しを受けて輝く緑の芝を踏んでの枠入りは、最後に16番のクリスエステソーロが収まって16頭ゲートに揃いました。スタートしました。好スタートは15番アドマイヤージャズですが、かわすように12番のメジェールスーが出ていきます。メジェールスー追って押して3番レジェンドソウルかわして出ていきました。3番手一線から8番のトワイライトライフ、3番手に単独上がって、あとは外ブリリアントアート、さらに11番シンデレラメイクが3番手集団を形成。2馬身下がって1番のボナデア、間には6番のアンベルス、さらに外から接近ネイビーアッシュが続いて3コーナーのカーブを回っていきます。その後ろから追い上げて3馬身差、外アドバイアジャズ、間からはロンス、内7番のマジョラム、残り600切りました。その後ろにクリスエステソーロ、あとは10番のモンテベルデ、4番の名将ラバンドが後方の位置、さらに2番のコンセッションズ、遅れて後方は赤い帽子5番のクロスアミレット、残り400切って、ワンは4コーナーカーブから直線コースに向いて、さあ2頭並んできましたが、かわして出ていく12番のメジェールスー、食い下がっているうちのレジェンドソウルですが、外から各馬追い込んでくる、中をついてトワイライトライフ、さらに外から11番のシンデレラメイク、並ぶように追い込んできて、さあ接戦になった12番のメジェールスーか、並んでゴール、最後は並びました。外11番のシンデレラメイク、間は8番トワイライトライフ、逃げ粘った12番メジェールスーをめぐって追い込んだ2頭、際どく差を詰めてかわせたかどうか、3頭並んでのゴールになりました。中から7番のマジョラムも追い込み中でしたが、この争いには一歩及ばず、時計は1分8秒1、最後は3頭並びました。人気も割れていましたが、最後は大接戦、7レースに続いて混戦になりましたが、さあ最後3頭並んだところ、混戦模様抜けたのはどれか、時計1分8秒1、上がりゴールまでの800メートル、45秒6、600メートル、34秒5でした。